モノレールの駅。データによると、このドームは太陽光発電で電力を賄っている。放置されてもう2年経つ。道連れだ！ Thank you.
されるわ。モノレールごと落とす気よ。ハヤブサ！この上が電波の発信源よ。エレベーターで最上階まで行けるはず。無事動いてればお話だけど。上には行かせねえぜ。逃がすな。取り囲め。
上層へ向かう。生きててくれて嬉しいよ、竜ハヤブサ。素早い対応だったね、日本政府にしてはなかなか。ただ残念だが、もう何も残ってない。何者だ？錬金術師だよ。蘇ったんだ、現代に。何だと？美しいとは思わないかい？開発途中で破棄された超高層ビル、春から高みを目指し、神の怒りに触れたバベルの塔だ。世界の終わりを始めるのにこれほどの場所はない。病事はいい。無粋な男だな、まったく。君たちの国にはわびさびという風雅を愛する文化があるのだろう。ところで右手の具合はどうだい？塔に伝わる呪いの一種でね、殺戮の教主と呼ばれている。殺戮の教主？あらゆるものは固有の振動数を持つ。呪詛の言葉に竜の剣を共鳴、分解し君の腕に怨念と共に溶け込ませた。簡単なことだよ。怨念だと？いいか、君はどれだけの命をその手で切ってきた。千か万か、切られた者の血と憎悪が今君の腕の中にある。うめき声が聞こえては来ないか。そのうめきはやがて君の腕を腐らせ始め、最後には全身に回り死ぬ。あっけなく死ぬ。どっちが先かな、世界が終わるか、君が死ぬか。貴様は？私が何者かと聞いたな。君と同じだ、竜ハヤブサ。我々は同類なのだよ。
右手に見えるは生命を傷つけ殺す者の刻印。間違いない。君は闇に生きる殺し屋だ。黙れ。まやかしか。楽園の残骸、打ち捨てられた夢のむくろには幻こそがふさわしい。そう、所詮すべては幻。あらゆるものはパラレルに広がった無限の中で揺れるデータの寄せ集めに過ぎない。さあ、しゃべりの時間は終わりだ。戦い、傷つけ合うのが君の宿命。人を殺すのが君の務めだろ。
大丈夫。ああ。ハヤブサ。先端の起爆装置で刺さったものを爆破できる。一つ聞きたいんだが。どうぞ。俺を使って試作品のテストをしていないか。そんなつもりはないわよ。ただうちのラボに一人変人がいて。変人？それって僕のこと？あなたのような変人が他に何人もいたら世界はとっくに。カンナ、どうしてあなたがここに？この子のことお願いしたはずでしょ。事例さ、石神が来いって。カンナまで一緒に連れてくることはないでしょ。おとなしくお留守番しててって言ったでしょ。今回の仕事はとっても危険なの。安全なところでママの帰りを待っててね、カンナ。一人はもう嫌だって聞かないんだ。それにさ、この件のせいで安全な場所なんかないよ、どこにもね。仕方ないわね。もうこの子は君の？ええ、紹介が必要ね。ハヤブサ、私の娘のカンナ。大丈夫カンナ、怖がらなくていいの。このおじさんは怖い人じゃない。おじさん？はじめましてカンナ、俺はリュウ。よろしく。カンナ、失礼でしょ。ごめんなさい。いや、こっちこそすまない、驚かせてしまって。で、僕の紹介は？ああ、ハヤブサ、こちらはクリフォード・ヒギンズ、陸自特殊研究班嘱託の科学者。それだけ？他に何か？まったく兄に向かってひどいね。どうも、はじめまして、クリフです。武勇伝は金がね。ただの噂だ。あ、では、あ、まあそういうことで、とにかくよろしくお願いします。ハヤブサ、それで水木、早速だけど連中の正体がつかめたようなんだ。本当なの？ああ、ロード・オブ・アルケミー、錬金術の種っていう意味なんだけど、 LOA の方がわかるかな。 LOA？ くそ！
ちろん入れたとこ悪いけど、やばいよ、アヤネ。長く効くわよ、アイリン。政府は仮面の男にも公正声明を出した。想像以上に早かった。先に驚くのは良かったな。奴らの目的は大統領府。なんとか耐えてるけど、時間の問題よ。急いで向かって。Yeah!
忍びの末路に。戦闘能力ね。ちょっと失礼じゃない？